スチュアート・オブレディは、オーストラリアアデレード出身の元自転車競技選手、2013年末で引退した。トラックレースでは、アテネオリンピック金、メダリスト、ロードレースでは、スプリンタータイプの選手としてツールド・フランスの、序盤ステージにおいてしばしば、前を上ヌを獲得したり、また2007年のパリ・ルーベも制するなどの実績を、持つ、オーストラリアを代表する自転車競技選手である。また、 オーストラリア勲章も受賞している。オグレティの自転車選手としてのキャリアはトラックレースから始まった。1992年バルセロナオリンピックでは4000メートル団体追い抜きのメンバーとして銀メダルに貢献。1996年アトランタオリンピックでは4000メートル団体追い抜きポイントレースで銅メダルを獲得。アトランタオリンピックの1年前となる1995年に ガンと契約を結んでプロ選手となり、その後はロードレースにおける活躍ぶりが目覚ましくなった。1998年のツールでは第4から6ステージまで総合首位に立った。また2001年のツールでも第4から6、第8から9ステージで前を上了を身にまとった。この他ツールのポイント賞を争いにおいても常に上位に食い込む活躍を見せる。 しかしエリック・サベルの壁が厚かったこともあり、ポイント賞獲得には至っていない。とりわけ惜しかったのは2001年のツールで最終ステージにおいて、マイオベールを身にまとってレースに挑んだが、最後にサベルに逆転されてしまった。一方、2008年のシーズンより UCI プロツアーの対象レースに組み入れられることになったツアーダウンアンダーの初代総合優勝者であり、2001年にも 同レースを優勝している。2004年にコフィディスに移籍。2005年2006年、ビャルヌ・リース監督に懇願し、チーム CSC への移籍を果たす。2007年2009年2011年、チームレオパード・オトレックに移籍。2012年、母国の新チームグリーンエッジに移籍。オグレディの家系は自転車一家であり、叔父は1964年東京オリンピックに出場した経験を持つ。 また父も南オーストラリア州の選手権大会を制するなどの実績を挙げている。そしてオグレディは母国オーストラリアにおいてジュニアの自転車チームのスポンサーとなり、チームの財政的支援を行っている。ありがとうございます。